はい、レオンチャンネルです。ウルトラマンブレイザーの主題歌 CD が発売されましたが、僕らのスペクトラ、これのおもちゃ付き版も同時に来て、それが期間限定封入特典ブレザーストーン変身発行バージョン同梱と、これで2400円で買いました。ってことで開けてブレスにセットしてサウンド確認しましょう。パッケージ自体がブレーザーのボディの赤と青をイメージしたものになってて、それがまあスリーブ的なで、普通のジャケットが、ジャケットがあって、こっちが、ブレザーストーンの変身発行バージョン。あ、なるほどね。ゲント隊長があっちとか言って、あのポケットから出すときに光ってる、ブレザーストーンをイメージしてるのか。めっちゃ透明。結構違う。クリアグレーなんだけど、もうベース部分にラメが入ってんの。これなかなかのお金かかってる感じゃない？で、普通の表紙があり、ダブルジャケットでブレーザーと通常写真になっております。あ、中もかっこいいっすね。とりあえず、すごい勢いでブレザーストーン増えていきますが、これが通常のブレザーストーンの変身に使うやつで、まあ、この岩的なものがあって、後ろから見てもね、こんな感じで。で、前側に虹色発光するブレザーの横顔があるんだけど、今回は、この岩的なところ、ストーン的なところも、全部クリアだ。この粒子が入ってんのがめっちゃオシャレだな。あ、待って！あー！ちょっとこれ、音声一緒じゃん。当たり前のように違う音声が鳴るかと思いきや、ピン配列一緒だ！これ通常のブレザーのやつ。あ、そうなの？ビジュアルだけ？まあ、でも、あっちで、あの、光ってる、ちょっと白っぽく輝いてるブレザーストーンをイメージしてるカラーとしたら、まあ、全然あれなのかな。音声一緒か。もう、ピン配列で気づいちゃったよ。同じだよね。同じピン配列だね。ピン配列は同じだけど、ストーンの位置を合わせても、顔の傾き加減とかも全く同じですね。光り方なんかも変わらないかな。ベースとストーンのカラーが大きく違いますよと。ってことでもう音声鳴らすまでもない気もしますが、鳴らしましょう。これってかさ、ここにこうやってつけるとさ、なんか血管が浮き出てるような青と赤のかっこいい見た目になるんだよな。はい、ではセット。はい、説明するまでもなくですが、通常の変身音と全く同じものがなります。だけど、ちょっとこのはみ出て、クリアが見えてるところとかなかなかいいんじゃない？同じピン配列なので、威嚇声とか、掛け声、必殺音なんかも入ってます。まあ、この辺は通常のストーンと同じということで、収録音声は多めかな。でも改めてブレザーの変身音のシンプルさいいけど、最近雑誌限定で絆の力バージョンってのも出て、こちらゲント隊長のボイスが鳴るっていう、より特別感があるやつだったから、それに比べるとまあ良くも悪くも標準のやつだなって感じ。そしてこれでブレーザーの横顔になってるストーンも早速3種類目ってことか。ブレーザーストーンなかなかいいテンポで発売しますよね。
以上、ウルトラマンブレイザーの主題歌 CD についてくるブレイザーストーン変身発行バージョンの紹介でした。